最高チャンネル。話題行こうよ世界に。相変わらず練習熱心だね。当たり前じゃないですか。私たちは太鼓祭りに出るのが目標なんですよ。そうですよ。他のチームには負けられないと。まあね、もうね、それはそれで、これはこれだから、今日も3人でしっかりと番組を進行していきましょうね。はい。さて、今回はどんなレポートをお届けするのか、そしてどんな太鼓レッスンになるのか、お楽しみに。それでは行きましょう、太鼓チャンネル。まずはレポートのコーナーですけれども、今回はどこに行ってきたんですか。はい、今回は子どもの日に行われた太鼓祭り in 群馬子どもの国のレポートをお届けしたいと思います。はい、太鼓祭りには全部で16団体が出動しているのですが、今回はその中で昇龍太鼓さんを取り上げたいと思います。どんな団体か楽しみですね。はい、はい、それでは早速見てみましょう。はい、太鼓祭り in 群馬子どもの国 VTR スタート。さあ、やってきました、太鼓祭り in 群馬子どもの国。イエーイ。ね、子どもの国っていうだけあってね、こんなにたくさん家族連れがね来ております。はい、ここで太鼓祭りが行われるんですけども、第1回目は昇龍太鼓さんを取り上げてみたいと思います。こちらは群馬県のチームになってます。はい、それでは早速行ってみよう。簡単に団体紹介をお願いします。私たちのチームは高崎市の小田町というところで、拠点にしまして、下は幼稚園から、上は60歳ぐらいまでの、25人ぐらいの人数で、地元の公民館をお借りしまして、練習をしております。チームのモットーを教えてください。まあ、太鼓は楽しいんだというところを先に覚えていただくということなので、まあ厳しいところもありますけども、楽しく厳しくという環境づくりを目指しています。はい、最後に今日の太鼓祭りに向けての意気込みをお願いします。少人数で頑張るというところなんですが、一つでもね、よそのチームをいいところも真似したいんですが、うちのチームを真似していただけるような技を出せるといいと思ってます。はい、じゃあもうね、客席から応援してますから、はい、頑張ってください。はい、頑張ってください。響いたし、なんかかっこよかった。うん、かっこよかったね。うん、あの宣言通り少人数だけれども、うんうん、全然他のチームに負けてなかったね。うん、ちょっと私たちも負けらんないね。負けらんないね。今から練習しようか。しちゃう？オッケー。はい、せーの、どんどこどんどこ、えい、どんどこどんどこ、どんどこどんどこ。はい、いかがでしたか。いや、私たち初めて太鼓祭りに行ったんですけども、うん、それぞれ皆さんパワーのある演奏ですごく見応えがありました。なるほど。しかもそのパワーあふれる演奏を芝生の上でこうね、うん、ゆったりした気持ちで見れるっていうのがすごく良かったです。うん、また、よかったね。はい、2人ともね、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、
それでは続いてのねコーナー行ってみましょうか。